TOKYO FM Radio Dragon80ポイントラブ東京 FM レディオドラゴン。この後はレディオドラゴンの特別室ドアーズ。水曜日はムック達郎さんのジャックインザレディオです。それでは達郎さん、よろしくお願いします。クイズレディオ問わず水曜担当ムックボーカル達郎です。今回のゲストは先週2月6日ですね、メジャー第2弾シングルをリリースしたスクリューからボーカルのビョーとベースのルイが遊びに来てくれております。去年か来たの、遊びに来たのはパワーアップしてるんでしょうか、楽しみです。ということで最近ハマっていることを言ってからご挨拶よろしくお願いします。どうぞ。はい、最近ハマってるのは、アウロエクソシストに出てくるウザマラというキャラクターにハマってます。スクリューのボーカルビョーです。よろしくお願いします。どうも。はい、最近ハマってるのは先日プレゼントでホームベーカリーをいただいて、そこからパン作りにちょっとハマりましたベースのルイです。よろしくお願いします。どうしか。はい、どうも、よろしくお願いします。前回は10月17日ぶり、結構最近だね。そうですね、そうだ、なんかそんなに前に会った感じがしないわ。ありがとうございます。いや、褒めてないよ。何ウサマロって。あれ、達郎さん知ってると思ったんですけどね。知らないよ。青のエクソシストでしょ。はい、なんかサトチがなんかハマってちょっと一時期見てたけど。あ、そうなんですか。うん、僕あの全然知らなかったんですけど、あのテレビで宣伝してまして、ウサマロを。はい、あの劇場版にしか出てこないらしいんですけど。あ、そうなの。はい、ほんですごい可愛いキャラクターで、2回映画行っちゃいました。こういうのがタイプ。タイプです。持って帰りたいですね。本当ですか。で、ルイ君は。はい、最近ですね、あのプレゼント、この間誕生日だったんですけど、プレゼントであのホームベーカリーをファンの方にいただいて。誕生日プレゼントにホームベーカリーって何事って感じだよ。いや、なんかでっかい箱が来て、え、なんだろうと思って開けたらホームベーカリー、一食ポットかみたいな感じだ。もうですとんでもないでかいなんか炊飯器みたいなやつがこう入ってて、とりあえず帰って作ってみたんですけど、ちょっと失敗しました。でもうまいの、ちゃんとできると。あ、ちゃんとできると、あの買うより美味しいです。本当。はい、食パンですけど、ちゃんともちもちできる。もちもちですね。今日持ってきてます。何を。そういう、ホームベーカリー、そういうよくわかんないプッコミいらないんだよ。はい、しかもとホームベーカリーを持ってきて。焼いたパンじゃなくて。お前雑だな、おい。そっちかよ。ということでですね、そんな2人なんですけども、今日はちょっと先が思いやられるんですけども、まくだらない話はね、ここまでとしてですね、はい、スクリューメジャー第2弾シングルザラブー。違います、違います。1個前です。デビューシングルデビューシングル、毎回ザラブーじゃないですか。セカンドシングルもザラブーじゃないですか。ザラブー違いじゃないですか。新しいですね。もう1回出しますみたいな。バージョン違い。はい、今回はティアドロップ。はい、先週出てということでですね、いろんな話を聞いていこうかなと思います。はい、シングルでこだわったところ。はい、メロディーラインですね。はい、やっぱあの1曲に対して、こう A メロ B メロサビとか、渡りとか C メロとかあるじゃないですか。そこでですね、なかなか全部いいメロディーって難しいと思うんですよね。バックとの掛け合いとかもあったりとかして、自分的には全部いいメロディーができたね。いいじゃないですか、このメジャーで出すのに。そんだけ自分のね、はい、自信のあるものが出せるっていうのはすごいいいことですよね。はい、ありがとうございます。はい、でルイ君は。そうですね、バラードっていう感じのシングルのタイトル曲が初めてだったので、結構まあ慎重に作ったんですけども、まあ、ベースでこう丸い柔らかい感じの音を打ってこうレコーディングするとか結構初めてだったんで、プロデューサーさんの方に音作り相談させてもらったりしつつで、かなり勉強になりました。やっぱ難しいの、やっぱそういう音作りみたいなのって。あ、いつもだと結構バキバキっていうか、その歪ませてが多いんですけど、もう大人な感じっていうか、もうトゲのない音みたいなフレーズとかも丸く丸くいく感じだったんで。そんなトゲのない感じ、丸く丸くって言ってるルイ君は、それ体中にピアス何個開いてるんですか。そうですね、まあこれちょっと昔の名残という。部屋開いてるね、左。これでもちょっと減らしたんですよ。
耳だけで何回ってな、左耳だけで。左耳だけで今多分13ですね。わあ、マックス何回ですか。15空いてます。2個塞いちゃったよ。2個塞がっちゃったんですよ。そうなんだ、寝てる時。あらららりょうくんはさ、はい、ティアドロップっていうあの曲タイトルなんだからさ、はい、この発売のこの時期はずっとティアドロップのサングラスかけてるのあかんねん。なるほど、うん、そんな黒縁のメガネでおしゃれなのかも。あ、じゃあちょっと今度もらっていいですか。持ってねえよ俺。今日なんかおしゃれなサングラスが、うん、まあ、あ、これ前回くださいって言ったやつですね。うん、あげなせん。あげなせんってあげなせんじゃないよ本当に。いや本当に、なんでティアドロップなの。あのたまたま見つけまして、前から使いたいなと思ってた単語なんですよ。うん、これティアドロップって言われるとさ、やっぱサングラスのイメージしかないんだけど、はい、本当なんかそのちゃんとした意味とかもあるの。ティアドロップ、あります、あります。どういう意味なの。こうひとしずくの涙。あら、なんでひとしずくの涙にしちゃったの。流すの、流させるの。その流した涙拭きたいなと。拭ってあげたいな。はい、拭いたいっす。どんな涙なの。そのティアドロップ、もうすごい綺麗な達郎さんみたいな涙ですね。そう、わかんねえわ。綺麗じゃねえし。うさまろみたいな涙だよね。今回カップリングなんかは、カップリングなんかはですね、うん、あのまた全然違うよね。カップリングはまた、はい、うわーっつったね。リード曲がこういう曲なので、うん、やっぱバランスを考えつつ、うん、スクリューを表現しました。スクリューを表現したら、はい、いやーみたいな感じで、ね、ってライブ向けっていう感じで結構作りました。こっちはまあそうだよね、はい、こういうのを出たって喉痛くなんないの。逆に聞きたいけど、これ辰野さんに聞きたいです、ね、俺はあのしばらくこうやってリハとかライブがなくて、久しぶりにライブリハ入って歌うと喉痛くなるから、やっぱそうなっちゃうと吐きそうになります。1曲目で分かる。レコーディングであの超激しい曲、シャウトってもないんだけど、はい、シャウトすげえローの効いてるシャウトとか、あー、うわーって叫び系やると、はい、うぅなります、なります。リアル吐きそうになる。涙ドロドロ流しながら歌とか撮ってるもんね、はい、俺はその経験がないんですから、ね、あ、そう、なんかね、危ねえポイントがあるんだよね。この声はなんかいっぱい使うと危ねえってポイントがあるわけ。あるある、あるんですね。あるある、そうなんだ。で、3曲目は3曲目も3曲目ってどういう分かり方してんだこれ。3曲目だけは通常版に入っている感じですね。うん、これどういう風に振り分けたのこれ。あんまねえんだな、理由が。今なんかな、今の間はよ、なんとなくだな。なんとなくあかんね、なんとなく選曲会の時になんとなくみんなで決めましょう。あるある、なんとなく、まあ、こういう感じがいいんじゃねえのみたいな時もありますよね。いやー、そうですね、本当に。もうスクリューってもう何年やってる。今年の4月で丸7年になりますね。丸7年か、4月か、はい、4月。そっか、まだまだ続きそうですか。いつ解散するんだ。いや全然そんなの考えてないですよ。本当ですか。達郎さんがもう解散しろっていうので、解散しろ。今日ですか。今言われちゃった。いや、これでもあのさ、じゃあまだまだね、 7年でしょ、まだまだ7年でさ、はい、でメジャーの第2弾シングルまで出たと、はい、アルバム、はい、どうなるんですか。皆さん気になってんじゃないですか。そうですね、やっぱメジャーというフィールドですね、うん、ですね。やっぱり自分たちというものを、うん、より一層伝え広げていきたいので、うん、もうザ・スクリューっていうものを作りたいなと。じゃあメジャー第一弾アルバムのタイトルが今決まりましたね。そうですね、うん、ザ・スクリューですね。そうなるかもしれないですね。ねえ、はい、スクリュー、はい、メジャー第一弾アルバム、はい、ザ・スクリューなるかもしれないです。いいじゃないですか。達郎さん命名ですね。いや、お前だろ言ったの。ザ・スクリューみたいなのを作りたいですねって言っちゃったから、ちょっとね、いろいろ楽しみにしてますけども、はい、じゃあまずね、一曲お届けしていこうかなと思います。曲紹介よろしくお願いします。はい、じゃあ聴いてください。ティアドロップ。はい、お送りしたのは絶賛発売中です。スクリューのニューシングルでザラドゥでした。あれ達郎さん、え、ティアドロップティアドロップですか。ティアドロップティアドロップです。なんでさ、基本的な流れで言うとさ、はい、アルバムまでの流れってさ、はい、大体みんなの感じだとさ、はい、勢いのあるシングル、勢いのあるシングル、バラード、アルバムって流れが多いじゃん、はい、2個目でバラード切ってきたね。これはですね、うん、すごくよく聞かれるんですけど、うん、インディーズの時の流れで、うん、こう去年の
4月から、うん、もうそういうプランで、うん、バンドを進めていこうって思って、うん、そこにあのメジャーデビューというものが、うん、後から入ってきた感じなんですよ、うん、お前しゃべるとなんか体がゆらゆら揺れるな。なんでちょっと揺れないとこう、そういうなんかあれなの、落ち着いてらんないです。羽なんかスズムシとかってさ、羽ブルブルって震わってさ、リュウリュウ言ってんだけどさ、はい、そんな感じ、体ちょっとこう喉とか声から口から出ないんじゃなくて体プルーって音が出てんの。はい、リズムとって温めて。マジか、声にしてね。お前すげえな。すげえ動画だな、お前。うちらからしたらあの自然な流れだったんですよ。あ、その声の出し方がね。聞いてください、ちゃんと。あ、バラードまでの流れがね。そうそうそう、変なとこばっかなんか持ってってくれました。バラードまでの流れがずっと決まってたんだ。はい。あ、そうなんだ。でもいいね、それはね。メジャーのそのいろんなことに左右されてない流れで、そうですね、なんかやりたいことをやらせてもらってるというか、うん、より一層スクリューを磨いていけみたいな。スクリューを磨くね。もうなんかそれだけ聞くとよくわかんないけどね。じゃあトリル磨けみたいなさ。うん、そうなんだ。そうですね。いや、いいレコード会社じゃないですか。はい、ありがとうございます。まあ、そんでね、そのものの流れでじゃあ、はい、自分たちのそのビジョンに入ってたアルバムの流れがね、みんなここで見せてくれるということでですね、楽しみにしておりますので、またアルバムなんかのねタイミングでね、いじめられに来てもらえたらなと思います。ということで、ドアーズ水曜はジャック・ザ・レディオ、ここまでお届けしてきましたが、あっという間にエンディングです。いかがでしたか。もうですか。もうなんだよ、はいはい、早いの。この番組7分ぐらいしかないからさ、トークは。嘘だよ。もうちょっとある。いや、このですね、うん、ラジオでしか、うん、達郎さんに優しく接してもらえないので、うん、本当に本当は絶対いい人なんだなって思うんですけど。すげえ一緒だよ。そりゃそうだよ。うん、それを再確認再確認させてもらいました。いや、でも今回はもうルイ君は頭のホームベーカリーの話しか、まあね、出てなかったから、次回のアルバムのタイミングで来てくれるんだったらね、ルイ君だけでいいかなと思いました。あれ、マジっすか。うん、あれ本編から持ってくるので、喋るときゆらゆらして気持ち悪いんだもんね。あ、もう揺れなくしときます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ルイ君はどうでした。はい、そうです、お久しぶりにちょっと達郎さんにお会いできたんで、うん、ちょっと嬉しかったです。ちょいちょいツイッターでは見かけるけどね。そうですね、よう喋ってるよね。はい、僕もツイッターでよく達郎さんに連絡してます。最近なかなか出てこないんですよね。おめえだよ。全然電話出ないじゃん。マジっすか。どうちゃ、あれ変わりました。変わってないよ。あの、最近かけてないかもしれない。最近僕かけたんですよ。え、あれ知らないですか。知らないよ。え、ほんと最近っすよ。いつ。まあ、いいや、後で話そうか。ということでですね、じゃあクイズ告知です。告知とはではよろしくお願いします。はい、4月からスクリューのワンマンライブツアーが始まるんですけど、うん、スクリューセブンスアニバーサリーライブネバーエンディングブレスというタイトルです、うん。4月13日江坂ミューズ、うん、4月14日名古屋エルフィトル、そしてファイナルが4月20日渋谷アックスですので。江坂か。はい、江坂ミューズのなんか楽屋、はい、お化けてる楽屋あるらしいよ。え、そうなんですね。がっつりなんかお札が貼ってある、本当にヤバいっていう楽屋があるらしいから、そこ使いね、はい、教えてもらって。わかりました。うん、ここかっつって。じゃあここヤバいらしい、ライブ来てください。はいはいはい、その他詳しい情報はスクリューのオフィシャルサイトとメンバーのツイッターをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ムックに関してのお知らせです。現在アルバム全国ツアームックツアー2013シャングリラやってます。東京は3月30日と31日 NHK ホールです。遊びに来てください。そして明日2月14日バレンタインに幕張メッセで行われたムック 15th Anniversary Year Live の完全版のライブ DVD がリリースされます。こちらもチェックしてください。その他詳しい情報はムックオフィシャルサイトとツイッターをチェックしてください。ということで、この番組の放送終了後からはメルマガジャックインザ対談を配信します。こちらもぜひチェックしてください。そしてこの後ジャックインザブログ用に撮影をしますが、そんな今回は明日のバレンタインに引っ掛けて男3人でチョコくださいってポーズですの。気になった人は番組の携帯サイトをチェックしてください。この後は引き続きレディオドラゴンですが、パーソナリティの菅野由依ちゃんは本命チョコ誰にあげるんですか。それは聞くなって話か。あのバレンタインでチョコとか作ったりするんでしょうかと。あのトリュフみたいなやつすごいよな。なんかあのちょっとなんか柔らかいやつが、はい、美味しいのが作れるんですか、教えてください。ということでジャック・ザ・レディオ、ムックボーカル達郎とスクルーボーカルビオとスクルーベースルイでした。バイバイ。